ウィンチルシー伯爵は、イングランド貴族の伯爵くらいの一つ。ウィンチルシー選挙区の庶民委員議員で1611年に、順段爵にジョイされたモイル・フィンチの未亡人だった、エリザベス・フィンチが1628年にジョイされたのに、始まる。1729年に、分流の貴族だった第二代ノッティンガム伯爵、ダニエル・フィンチが第七代ウィンチルシー伯爵位を、継承して、以降は、 ノッティンガム伯爵くらいと一緒に継承されている。現在のウィンチルシー伯爵家のデータクカービーホール・フィンチ家は12世紀イングランドの国王ヘンリー一世の区内長官だったヘンリー・フィッツ・ハーバートの子孫だと言われている。1350年代にフィンチ家の女子相続人と婚姻した後にフィンチに改正したという。16世紀後半から17世紀初頭の当主。 モイル・フィンチは、ウェーマス選挙区やケント選挙区、ウィンチルシー選挙区から選出されて、庶民議員を務め、1596年から1605年に、かけては、ケントのハイシェリフを務めた。1611年に、イングランド巡弾者くらいのケント州における、イーストウェルの巡弾者にジョイされた。さらに彼の死後にその未亡人であるエリザベス・フィンチが1623年7月5日に、 イングランド貴族爵位のケント州におけるメイドストンのメイドストン女子社ついで1628年7月11日にウィンチルシー女伯爵にジョイされた。いずれも彼女の男系男子に継承される爵位である。1614年の初代順団社モイルの死後、モイルとエリザベスの間の長男のセオフィラスが第2代順団爵位を継承したが、 彼は1619年に母に先立ってウィンチルシー、伯爵位を継承することなく死去した。長弟、トマス・フィンチが第三代順弾社位を継承し、1634年の母エリザベスの死で第二代ウィンチルシー伯爵位も継承した。その息子三大伯ヘニジ・フィンチはイングランド内戦中に王党派として行動し、名誉革命では、 オランダ総督オラニエコー、ウィリムの支持者として行動した。三大伯の死後、その息子の四大伯、チャールズ・フィンチ、五大伯ヘニチ・フィンチ、六大伯ジョン・フィンチと、兄から弟への継承が続いたが、六大伯の死去で二大伯からの、男系男子は耐えた。二大伯には弟に、ヘニチ・フィンチがあった。その長男ヘニフィンチは、王政復古後の1660年に、 イングランド順段爵くらいの順段爵にジョイされ、1660年から1673年まで、オックスフォード大学選挙区などから選出されて、庶民議員を務めた。大法官就任に際して1673、74年1月10日に、イングランド貴族のサンプトン州におけるダベントリーのフィンチ男爵にジョイされ、ついで1681年5月12日に、 ノッティンガム伯爵にジョイされた。1682年に彼が死去すると、長男ダニエル・フィンチが第2代ノッティンガム伯爵を継承。彼は、トーリー党の政治家として名誉革命後の政界で、北部担当国務大臣や南部担当国務大臣などを歴任して活躍した。そして裁判年の1729年にまたいとこに、 当たる六代ウィンチルシー伯が死去すると第七代ウィンチルシー伯爵位を継承した。そのためこれ以降のウィンチルシー伯爵は、ノッティンガム伯爵、ダベントリーのフィンチ男尺、順男爵位も保有している。その息子の八代ウィンチルシー伯ダニエルフィンチも、海軍大臣や、ミ密イン議長といった、閣僚職を歴任して、政界で活躍した。八代伯には、男子がなかったため、 九大伯は、老い、ジョージ・フィンチが継承した。しかし彼も子供がなかったため、彼の死後はそのいとこい、ジョージ・ウィリアム・フィンチ・ハットンが十大伯を継承した。彼の祖父エドワードは八大伯の弟に当たるが、1764年に、母方ハットン、死者ハットン系のカービーホールの財産を、相続しており、これを機に、フィンチ・ハットンの二重制に改正していた。 10代博の死後はその長男11代博、ジョージ・ジェームズ・フィンチ・ハットン、ついでその弟12代博、マレー・エドワード・ゴードン・フィンチ・ハットン、さらにその弟13代博、ヘンリー・ストーモント・フィンチ・ハットンが継承。13代博以降、父から子への継承が続き、2019年現在の、当主は17代博、ダニエル・ジェームズ・ハットフィールド、フィンチ・ハットンである。 原当主ダニエル・フィンチ・ハットンは、以下の爵位、順段爵位を保有している。ウィンチルシー・伯爵フィンチか、後フィンチ・ハットン家系図。ありがとうございます。